はい、皆さんこんにちは、りょうたです。はい、やってまいりました。本日サロン級タイトルマッチです。今日はね、このボサボサになった髪の毛を切りに行きたいと思います。で、今コロンボに向かってる途中なんですけど、チームメイトのパルタナが送ってってくれます。りょうた、ハタチ。はい、到着しました。住んでるところから40分ぐらいトゥクトゥクで走ったところに着きました、ミスターバーバーラン。はい、まあ彼の名前がヨーヨーっていう名前らしいんですけど、まあその彼のところに今向かってる途中で、この細い階段を抜けていくとね、目の前にサロンが広がっているわけなんですけど、そこが本日の試合会場、そして対戦相手となります。はい、今回も最後までよろしくお願いいたします。はい、敵地に乗り込むチャレンジャーの様子をお楽しみください。まあ、今回もね、最強のセコンドがついています。はい、ここが本日の試合会場、いい雰囲気ですね。で、今回の相手はね、いろんな団体でチャンピオンを取ってる、もう無敵中の無敵のチャンピオンなので、まあ、チャレンジャー頑張って食らいつきたいなと思っております。これが対戦相手ですね。はい、顔合わせ、ジャッジジャッジジャッジラウンドワン。さあ、試合が始まりました。まあ、チャレンジャーはね、前回対戦負けているとは思うんですけど、外国人枠ということで特別に挑戦権が与えられました。事前情報によりますと、チャンピオンのフィニッシュブローは、五輪フック、それからソリンスマッシュ、この2つが強力な武器だそうです。はい、早速ね、チャレンジャー五輪フックを食らっております。このフックがね、テンプル、そして後頭部に直撃ですね。大ダメージ、つながってます。はい、完全に五輪でつながっております。もうここでね、チャレンジャーも手も足も出ません。完全にね、この緑の服で拘束されているので、もうやられっぱなしですね。ここで審判が駆け寄って止めました。試合終了です。試合自体は終わったんですけど、こっからね、チャンピオンの披露宴ですね。完全に歯ブラシヘアのする方、説明していきたいと思います。こんな感じでね、長さを少しずつ変えながらグラデーションをつけていくわけですね。はい、最初の五輪で線ができていたと思うんですけど、そっから少しずつ少しずつ長さを変えながら、このグラデーションを作っていくような感じで、はい、前半20分ぐらいはもうバリカンのみですね。いろんな種類のバリカンと長さを変えながら、こんな感じで作っていくわけですね。もう慣れた手つきで、大体みんな同じような髪型してるんでね。で、ここですよ、これライン入れるかって言われて、いやーって渋い顔したら、うん、 OK OK 言って、まあラインが入りました。右左どっちも入りましたね、ラインが。まあね、26歳になって髪にラインが入るとは思ってもいなかったんでね、最高の経験してます。まだ終わってないですね。で、気になる方いらっしゃると思うんですけど、もみあげとね、襟足残ってるんですよ、まだ僕はね、髪切ってる時、まあ、自分の顔をこう見つめ合って切ってもらってるわけなんですけど、いつ下切ってくれるのかなってずっと思ってました。なかなか切んないんで、まさかこのまま残されるんじゃねえかとかね、まあ、ちょっと思ってたりしてたんですけど、まあ、そんな心配も無用。はい、この後切ってくれるんですけど、やっとね、ハサミが来ましたね。ここでちょっと量をすいてもらって、まあ、綺麗な歯ブラシになるように、はい、整えていきます、髪を。この髪型やばくないですか、実際ここ残ってたら。こんな長かったんだっていうね。で、ここ、お得意のカックンですね。もうこれやってほしくなかったんですけどね、あー、やだやだって言ってたら、オッケーオッケーって、またここもね、ソリンスマッシュ、これがソリンスマッシュですね。はい、ここ今もソリンスマッシュ食らってます。このカミソリで、まあ、0ミリですね。はい、皮膚と同じような状態になります。まあ、でもこれすごいのがね、これ切ったすぐはね、ツルツルしてるんですよ。はい、まあ、このシェービングジェルとかつけて皮膚は守りながら、こう0ミリになっていくんですけど、まあ、次の日にはザラザラになってるんですよね。まあ、人間髪伸びんの早いなって思います。はい、で、このラインもね、
4日ぐらいするともう LINE 消えちゃうんですよ。だから髪伸びんの結構早いんですよね、人間って。それをね、実感できるいい日になりました。こんな坊主はね、なかなかできないですよ。まあ、小中高大とね、僕坊主にし続けてきたんですけど、まあ、坊主あるあるでね、この髪の毛がグッと引っかかるみたいな、タオルとか引っ張ると、服とか、まあ、それを久しぶりに経験できましたね。はい、まあ、そんなことも話しながら歯ブラシヘアが大詰めを迎えております。こうワックスで一回形を整えて、はい、でこっからジェルでまあガシガシに固めていくと。でこの歯ブラシのね、毛先の一本一本を大事にしながらこうやって固めていくわけなんですけど、はい、こんな感じで作っております。まあ僕のセコンドにいるこのパルタナはね、ずっとうーんビューティフォーって言ってくれてね、めちゃくちゃ気分が良かったです。はい、こうやって一本一本ね、磨きやすいような毛先を作ってます。はい、ありがたいですね。はい、こんな感じで、歯ブラシヘアの完成という形になります。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。相席食堂やってること、相席食堂こんな多くに。